では、砂粒よりも新鮮なバーレーングランプリスターティンググリッドです。中東を舞台に東欧ポーランドの星ロバート・クビサの花吹雪。金曜日フリーの大クラッシュからハミルトンの逆襲が待つ。控えめすぎるとライコネン、ニューチャンピオンの意地は果たして。3年前に確かに感じたバーレーンの表彰台にトヨタのトゥーリ再びか。カズキを俺についてこい、ウィリアムズを引っ張るロズベルグのアタック。砂嵐にくじけないホンダの魂とともにジェンソン・バトンの姿です。2005-2006 のウィーナーアロンソは決勝レースペースにかける。ここが序盤の踏ん張りどころ、中島和樹の戦いはまだまだ続く。楽しみは後方に残されたタクマのスタートパフォーマンスに注目あれ。22台の砂漠のサバイバル、ファイナルを待ちます。